H 型エンジンの動作 H 型エンジンとは、レシプロエンジンの形態の一種である。水平対向や180度 V 型などのフラットエンジンを二段重ねに結合させた構造を持ち、正面から見ると、シリンダーと結合部が H あるいは A のように配置されていることが名前の由来である。H 型エンジンは水平対向エンジンや180度 V 型エンジンを立て、 または横に2つ束ねたような構造をしているのが最大の特徴である。2つのエンジンは独立したクランクシャフトを持ち、それぞれの動力がギアドレーンによって統合され、その後にエンジンの外部へ出力される。このため H 型エンジンはクランクシャフトが1本で済む他の形態のエンジンと比べ出力自重比の点で劣っている。このことは H 型エンジンが 一般的なエンジンの形式とならなかった大きな原因である。一方、機筒数を増やしてもエンジンの全長を短く抑えることができるという利点があり、機筒数の多い大出力の航空機用エンジンやフォーミュラ1用エンジンの中にはこの形態を採用したものもあった。H 型エンジンと同様に2つのエンジンを結合させるという設計構想に基づくエンジンとして U 型エンジンがある。 これは水平対向エンジンではなく直列エンジンを2つ束ねた構造を持っている。また V 型エンジンを2つ束ねた X 型エンジンと呼ばれる形式もあるが、これは単一のクランクシャフトを持つ点で H 型エンジンとは異なる。フォーミュラ一用に開発された H 型エンジン BRMP75。会1では1966年のレギュレーション変更で、 最大排気量が3リッターに拡大されたのに合わせて、イギリスの BRM が H 型16気筒エンジン P75 を開発し、自チームの他にロータスへもエンジン供給を行った。水平対向8気筒を2段重ねにした構造だったが、レプコやフォードコスワースの軽量な V8 エンジンに破れて姿を消した。それでも1966年のアメリカ GP で、 ロータスのジム・クラークのドライブで優勝した。これは、会一史上、最も気筒数の多いエンジンが挙げた一勝となった。このほか、1939年に少数生産された、ブラフ・シューペリアのオートバイ、ゴールデンドリームが、排気量 1000cc のエッジ型4気筒エンジンを、搭載した。代表的な航空機用エッジ型エンジンである、ネピア・セーバー液冷式の航空機用、 レシプロエンジンの主流は V 型エンジンや倒立 V 型エンジンだったが出力を増加させるために気筒数を増やそうとした場合全長が伸びすぎて航空機の構造設計が困難になるという問題があったそのため16気筒や24気筒といった超多気筒エンジンの中には全長を抑えられる H 型の形態を取るものがあったエンジンのサイズを抑えつつ気筒を増やす 別の方法として X 型エンジンがある。H 型エンジンは X 型エンジンと比較して、機関自体の出力特性は劣っていたが、信頼性が高く頑丈なエンジンを設計しやすい点では優れていた。H 型エンジンは特にイギリス空軍機で多用され、バトルオブブリテンに貢献した。ありがとうございます。